日本に一定期間在住するインド国籍の人である。日本に、帰化や亡命した人、及びその子孫のことを、インド系日本人という。2008年の統計によると、およそ22,335人のインド国籍者が、在住している。その多くは、近年の IT 関係の技術者とその家族である。特に、東京都江東区や江戸川区に多く、 地下鉄東西線の西笠駅を中心とした西笠地域がインド人コミュニティの一大中心地となっているが永住者は少なく一時滞在者が多い。一方、神戸には明治時代からインド人移民コミュニティが存在し、すでに3世、4世の時代へ突入しており、日本国籍を保持している人が多く永住者が中心である。このように、 日本のインド人コミュニティは大きく二つに分かれている。明治時代以降、貿易港となった神戸と横浜に、インド人貿易省が住み着くようになった。関東大震災後、横浜のインド人たちは神戸へ移住し、日本のインド人コミュニティは神戸に集中するようになった。主に戦意を商う、シンド人、雑貨や自動車部品を商う、パンジャー人。 真珠を商う、グジャラート人などが日本と世界を結ぶ貿易商として活動していた。1935年には、神戸モスクがインド人ムスリムによって混流されるなど、インド人街が形成された。現在、神戸には、モスクのほかヒンドゥー教や祝教、ジャイナ教の人、インド食材や、インド料理屋などが立ち並んでおり、日本の陰教の中心地となっている。 2000年代に入ると、2000年問題のため、インド人、IT 技術者のビザ発給条件が大幅に緩和され、多くのインド人が訪日するようになり、東京にもインド人コミュニティが誕生した。特に、江戸川区や江東区に多く、この2区には、東京都内のインド人の4割が集中している。江戸川区には1990年まで、インド人居住者は58人だったが、 2006年には東京都で最もインド人が多い区となり2012年には1959人まで急増した2010年にインドの海外で稼ぎ労働者はアラブ首長国連邦や米国サウジアラビアなどから本国に550億ドルを送金したインディアインターナショナルスクールインジャパン日本国内に 在日インド人向けの学校が数校あり、一部では日本人も受け入れている。ありがとうございます。